はいこんばんはかーーでーす、はいまあ、今回の話は、まあ、電車内で女子中学生に体液をかけた疑いで小学校の教頭が逮捕されたんですね神奈川県伊勢原市っていう、まあ、市があるんですけれど、まあ、そっちの私立小学校のま教頭がま電車の中でま女子中学生にま体液をかけたとして暴行の疑いで逮捕されたんですね。 はい、まあその逮捕されたのはあのこの京都あの伊勢原市のさっきも言ってた市立小学校で教頭、まあ、を務めている武井正則容疑者59歳が、まあ、逮捕されたんですよね、まあ、警察によりますと今年9月東京世田谷区の下北沢駅からかか川崎市の登戸駅の間を走る小田急線の車内で 中学1年の女子生徒に体液をかけたとして暴行の疑いが持たれているんですねはい、まあ、それで女子生徒から相談を受けた駅員が警察に連絡し防犯カメラの映像などから武井教頭が関わった疑いがある,あることが分かったということなんですね、まあ、これまでの調べで2人に面識がなかったとみられているんですね、まあ、それでまあ警察によ,よりますと、 調べに対して教頭は容疑を否認しているととのことなんですね。まあ、それで伊勢原市教育委員会では逮捕されたことは遺憾で児童の心のケアに最善を努め教職員の後期粛清に取り組みますとコメントしてるんですけどねはいいや女子中学生にまあこれ体液っていうことは、まあ、あれあの変な。 あ白いあの液体をかけたのかもしれないんですけど、ひょっとしたらね。いやー、気持ちが悪い事件というか、まあ、女子中学生が、まあ、かわいそうでならないですよね。かけられた、はい。女子中学生が本当に気の毒でならないと思いますよね、これ。うん、なんだろう、これちょっと。いやしかも教頭ですからね、59歳ですから、 あともう少しで定年を迎える方なんですけどこんなことしてしまったんですよね、まあ、今のところ容疑を否認してるみたいなんですけどねはい、はいはい、防犯カメラの映像にこの武井容疑者があの、まあ、関わったっていうんですから映ってるんでしょうけど、まあ、言い逃れできないかもしれませんねはいこれ以上映、うん、ってるってことはひょっとしたらねはい本当にこれは やばすぎる事件だなと思いますね。しかも。女子中学生ですからね。はいまあ、手の毛で今回の話はまあ、電車内で女子中学生に体液をかけた疑いで、小学校の教頭が逮捕されたことについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。